毛利秀元、毛利秀元は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名。長戸長府藩の初代藩主。毛利元成の四男である、ホ田元清の次男。母は、村上道康の娘、名寿院。正室は、豊臣秀長の娘、大善院。形室に、徳川家康の幼女、松平根源の娘、清明院。小西光弘。 元地など、一時期、いとこの毛利輝元の養子子となっていた。天正七年、1579年11月7日、小板元清の次男として備中猿係上にて、生まれる。天正十二年、1584年に、兄の宮鶴丸が十二歳で病没したため、元清の着男となったが、天正十三年、1585年には長く、 実施に恵まれなかったいとこである、毛利輝元の養子となった。天正18年、1590年に元服、右京大部に任官し、後回守る。天正20年、1592年4月11日、非前名古屋城に向かう途中で、広島城に立ち寄った、豊臣秀吉と面会、輝元の京子と認められ、豊臣政、橋橋と変記の中の字を与えられ、 秀元と名乗る。文禄の役に参戦し、朝鮮に都会。文禄二年、1五百九十三年六月に、浮田秀家、叔父の小早川高景らと共に、陳樹城を攻略した、陳樹城攻防戦。慶長の役では病気の照本に代わって、毛利軍三万を率いて、友軍の総大将となった。文禄四年、1五百九十五年に、照本に、 小寿丸、後の秀成が生まれると四次を辞退した。同年2月に秀吉の幼女、大善院、名、豊臣秀長の娘と結婚している。慶長の役では、慶長2年、1597年に、いとこの吉川広家らと共に再度朝鮮に渡り、加藤清正、黒田長政、鍋島直茂らと、朝鮮軍のこもる皇籍山城を陥落させた。 鉱石山城の戦い、五、全羅道、中世道を平定。天安に陣していた時、木び山で、黒田長政が民軍と交戦中との急報を受けると、即刻救援に駆けつけ民軍の背面より突撃して、撃退した木び山の戦い。冬の到来を前に、朝鮮の南岸地域に撤収して、うる三条の築城に加わっていたが、完成が目前となると、秀では、 武器、兵糧を不山に輸送し、ウルサンを引き払い帰国の準備を進めていた。しかし、秀元の去った後のウルサン城を、明、朝鮮軍が攻撃、残留していた毛利軍の獅子元継、とツぐ、桂孫ロが、加藤清正らと共に、食料備蓄のない牢城戦で窮地に立たされていたが、他の財政諸将と共に、これを救援し、明、朝鮮軍を大破したウルサン城の戦い。 日本帰国後の慶長四年1599年に独立大名として別家を創設し、長と一国、須尾義貴軍及び父の医療であった秋再貴軍を含めた合計17万国余りを分置された。ただし、若年のため安国寺家が後見人となっていた。関ヶ原の戦い時、毛利氏の運営は秀元及び後見役の家と、 吉川広家によって担われていた。毛利輝元が政軍の総大将となった時に、秀元は毛利氏の先手税として大阪城に討ち入って徳川税を追い払ったので、実際に関ヶ原へおもむいたのは、秀元らの三人であった。広家と毛利家画廊の福原広都氏は政軍の勝利を危ぶみ、東軍と密かに内通して、毛利は表向きは政軍であるが、 戦場では戦わずに、そちらに協力する。その代わり、東軍が勝利した赤月には所領を安堵してほしいと交渉していた。秀元自身には、戦意があったとされるが、広家がそれを押しとどめた、最小殿のソラ弁当。結果、元し家の当主が傍観したため、え長宗壁森近、長塚正英など、他の南宮勢も秀元が、 東軍に内通してるのではないかという疑心暗鬼に取り憑かれ、自身らも傍観せざるを得なくなった。戦局が西軍の敗色濃厚となると戦わずに戦場を離脱したが、東軍の追撃を受ける。戦後、大阪城に撤退した秀元は、立花宗茂と共に徹底抗戦を呼びかけたが、照元はこれに応じず、城を退去してしまった。戦後、毛利一門は、 大元宝されたが、照本より、長戸国豊浦郡、麻郡に六万国を分置されて、串崎城に移り、長府藩主となり、東の総国岩国領に封じられた吉川広家と並んで、西の守りを任された。当初は、照本の信任と広家への貢献を受けた福原博都氏が、本家の長州藩の政治を任されたが、 反省を仕切った広都市とは不仲で、慶長十年、1605年に、萩城築城中に起こった、熊谷原直、天野元信殺害事件、五郎大使事件に絡んで、広家、松田元将とは牧し、慶長十八年、1613年に慶室として、徳川家康の養女をめとり、正室の大善院は、慶長十四年、1609年に死去。 同年に広都氏と共に、若年の秀成の貢献を行い、大阪の陣にも参戦するなど、江戸幕府から信頼を得ることにも尽力した。しかし一方で、他の家臣団に内密出てるもと、秀成と共謀して、内藤元森、佐野道家大阪城に入城させ、それと知った広都氏は、広家宛ての手紙で秀元を避難している。事件発覚後の慶長19年、1614年、 二、吉川博家は、着南の広政に家督を譲って隠居、大阪の神保の玄奈二年、1616 16年に、福原博都氏も辞任、代わって秀元が秀成の名代として、幕府との折衝を務め、老中、土井利市勝と結んで反省に、積極的に関与していった。玄奈九年、1623年4月20日に二大将軍、徳川秀忠から仕置きを行うよう命じられ、 9月23日に、照本が秀成に家督を譲って、隠居、10月4日に正式に、秀元の仕置きも決定、増田元、将、清水影次らと共に、長州藩の反省を騒乱している。秀元は反省を主に、増田元将来に任せ、自身は後見人として、幕府との折衝に当たった。また、寛永元年、1625年から翌2年、 1625年の長州藩検知を実行、長州藩の国高を打ち出して、増加を実現させた。それに伴う分家特化診断の治業地割り当てと、大規模違法を決行、検知で増加した国高を直轄量として組み入れ、寛永八年、1631年に、直轄量の山城地方で取れる紙を徴収する、受け紙制を制定、荒地の開墾と農民保護、 日田開発にも取り組み、寛永9年、1632年に釈財を、関西、財政を好転させて、反省の基礎を固めた。しかし、寛永7年、1630年頃から秀成との間に圧力が生じるようになる。対立の原因は秀元が総主権を主張したり、着男、光弘と秀成の娘の縁談を保護されたことなどが、要因であった。 不和は深刻化し、寛永八年十月五日に公権役を辞任、隕石関係にある長井直政に打診して、本家とは別個に主人場を賜ろうとしたり、寛永十一年六百三十四年には、江戸城武神の手伝いを拒絶するなど衆に反抗的な振る舞いを見せるようになった。ついには、秀成の弟で、婿の毛都市隆を誘って、 長州藩からの独立を画策し、同年うる7月に三大将軍、徳川家光による衆院上交付が行われると、衆院上を受け取り独立しようとして実現せず、幕府からの仲裁を受けている。秀元の宗家を軽んじた行状に激怒した秀成は、秀元を処罰することも考えたが、秀元は乙義衆として、将軍、家光と親密な関係にあったため、 政中は容易でなかった。二年後の寛永十三年、千六百三十六年五月に、幕府の仲裁で秀成と和解、晩年は、江戸に住み、家光の乙義衆となる。慶安三年、千六百五十年うる十月三日、江戸で死去。去年七十二、光弘が、長布藩を継いだ。また、次男の元地は後に分与され、新松藩を立藩した。 方名は、里志文寺高山、元誉丸大古寺。墓所は、東京都港区の仙学寺。山口県下関市の高山寺。山口県下関市の豊か高神社。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。